お疲れちゃんです、ラットです。だけど今回もクラッシュライルやっていくんですけど、今日はですねこちら負けたらアカウント削除ね、はい、やっていこうかなと思います。現在トロフィー800で、まあ今日はね1000円いけたらいいかなというような感じでございます。で前回、左下こちら魔法の宝箱を、ゲットしました。なのでちょっとねこれ、開封しつつ、あの僕のね今こんなデッキなので、まあ虚助かな個人的にも虚助しかもう興味ないんですけど、まあ、キョスケをね、目安で、ね、開けていこうかなと思います。他の宝箱も、まあ、開けつつ、まあこの辺はまあカード集めですね。こうユニレベル上げれば一応経験値がもらえてタワーレベルをね上げることができるので、タワーレベル上がればこう普通にね戦いやすくなってくるので、さあアーチャー、ヤーメ、ナイト、スケルトン、バルキリー、うわー、まあ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 持ってなかったんでね悪くない。さあここで、うわー、まあ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 なんとも言えないね悪くない、使ってるんでね、はい、悪くないんですけど、ユニレベがねなかなか上がらなくなってきましたね。まだのレベル8なんですけども、よし、さあそんなわけでやっていきましょうか。よろしく。相手のタワーレベルは5で僕6ですね。僕タワーレベル、キングレベルっていうのかな、6かつユニレベが8なんですよ。でちょっとね最近も余裕すぎて本当に負けないんですよね。僕が強すぎるんですよ本当に。デッキもいいし、ユニレベルも高いし、キングレベルも高いし、マジで、ただの隠した狩りやってるだけなんですけど、え？ほら、やばいよ、これ。これはね、カットしたいところではあるんですけど、こういうね、もう、泥仕合やんってこうなるかもしれないんですけど、一応ね、今回ルールを3つ用意してまして、一つが、まあ、これ負けたらこの企画終わりですね。負けるまで続きます。負けた瞬間この企画終了、まあ、アカウントもね、さよならというのが一つ目。二つ目が、動画内でしか試合をしないよっていうね、ルールを作ってます。まあ、それは、こう、かけて試合をしていて、実は負けてんじゃねっていうのがね、防ぐためでございます。一応、サイトでね、だからロワイヤル API っていうサイトがあって、それで履歴とか見えるんですけど、まあめんどくさいよねっていういちいちみんなチェックするのめんどいでしょっていうところで、まあ配信ないだけで、動画ないだけで、トローとかをね上げていきたいと思ってます。でまあ3つ目は課金は、クララーパスとセールが来たらねセールはいいですよっていうようなルールでやってます。さあ次勝てば、あ、宝箱を開けれると思ったんですが開けれましたね。さあセールがねマジででかい。ユニレベがマジでめっちゃ高くなってる。わー、ミニプシカも使ってるんですよね、僕。小銃ババとか多分絶対使わない。マスケでかい。ファイボぐらい欲しいですね。小屋も使わねえな。さあ、墓石、まあまあ、なんとも言えない。ミニペはでかい。あー、矢の雨、待って待って。矢の雨いるんですよ、僕。なんかね、後半の方に使うのってスペルだと思ってるんですよね。なので、スペルをね、多めで。うわー、やばー、これ。多分、タルババはね、結構強い気がする。ロリババ。普通に。なんならロリババ入れたいですけどね。まあまあまあ、ミニペッカ強化しつつ、ヨゲイ！さあ、どんどん行きましょうか。トロどんぐらいになったら、こう、僕をね、ハラハラさせてくれる相手が出てくるのかっていうのがちょっと楽しみなんですよ。本当に。今マジで多分今回のこの相手も、僕にはね、なかなかこう、挑めないというか、お、待って待って。ユニベベ高い。ちょっと待って。あれ？ちょっと待って、ユニレベ珍しく高い人来たっすね。ちょっとだけね、頑張んないと。なんかスーパーレアが、まあ根本的になんか強いんですよ。普通に。手に入れた瞬間からレベル7なので、レベル6か。スーパーレアが強くて、こう、今回の相手、ゴブリンバレル、スケルトン部隊、ロリババ、プリンスっていう感じで、スーパーレアがめちゃくちゃ多いと、普通にね、まあ負けはしないんですけど、ちょっと怖いというか。そういう部分があるので、まあ、相手がちょっとスーパーレア多めだったら気持ち集中していかないと、まあ、怖いんですけど、まあ、余裕すぎんっていう。さあ、グッドゲーム。さあ、とりあえずね、ここで取る900かな？行くかな？届くかな？どうだろう？あとちょっとで届くか届かないかだと思うんですけど、トロフィー1000行くと、てか背景かっこよくなったな。なんかかっこよくなったっすね。こんなんでしたっけ？でもトロフィー1000行くとアリーナがね上がるんですよ。さあペッカシアターに行ってディガーとかラバーペッカでしたっけ今。そこが手に入るので、まあ、ちょっとね1000行けばセールがねペッカシアターセールが手に入ると思うので、今日はちょっとね最後セール開けて、最強にね、なって次回に持っていければ最高かなと。さあケツゴレーちょっと怖いっすね。なんか普通に考えたらこれもう
でもキョスケもミニペもハンターもあって、お前ゴレにだけはどうやっても負けねえやねえかみたいなデッキしてるんですけど、ちょっと怖いっすよね。相手でスケルトン部隊、さあ俺もスケルトン部隊が強いで、このねスケですね、この1コスのスケはマジこういうなんかスケルトン部隊受けとか、まあ、ミニペッカとかプリンス受けでめちゃくちゃ優秀ですね。なんかスケがあるだけでこうデッキ自体の回転率が良くなって、なんかこう事故りにくくなるというか、カード回しでも使える、かつ、防衛でもね、ぼちぼち活躍してくれる、まあ、そんな感じですね。てかキングレベル4か、相手タワーレベルっていうのかな、なんか久しぶりに当たったな。なんかずっと僕もっと、まあ、5が多いんですよ。5が多くて、なんか4はねあんま当たってなかった記憶があるんですよね。まあ全然負けるわけはないんですよね。いつまで隠したがりしてんのってマジ視聴者さんに思われるかもしれないんですけど、ごめんなさいね。ちょっと2レベルが仕上がりすぎてる、デッキも仕上がりすぎてる、プレイもなんならマルチ終盤並みに集中できてる気がする。さあそして相手はスケルトン部隊を割いた後なので、このねプリンスとかキョスケが止まらず、これだけでタワーが俺でよっこー、やべえな、これ何本いけるんだろうな。5000目標でやってるんですけど、4000ぐらいいくと怖いのかな。もう怖くなさすぎて何やってんだろうっていう、もうサバーカ作ってる感覚ですもん。サバーカ作って作業してるような感覚で今やってるんですけど、一応負けたら終わりなんだよね。こんなんで負けたらさすがに話になんないですけどね。調子乗りすぎってこうコメント欄でいっぱいありそう。叩かれる、なんなら叩かれるかもしれない。さあスケでかい、エメラルド50もでかいな。これエメラルドこうやって185あるんですよ僕、まあ、使い道ないんですけど、まあグラチャレとかかな。さあミキーよろしく。キングレベル5、もうキョスケミニペ、マスケか、まあキョスケプリンス組むだけ。やばい、動画撮ってるのに眠くなってきた。余裕すぎて、そんなことある？あんまない。てかあんまっていいか、今までで初めてかもしれない。動画撮ってて眠くなってきた。やばいやばい。思ってても言ったらダメか。いやマジで。そんなことあるっていうぐらい、やばくないですかこれも。余裕すぎるっつよね。バカでしょこれは。さすがに。さあで、あ、これプリンスとちょっとミスったけど、まあいいか。これ折れてくれると、キョスケが残ってほしいな。キョスケ残れば、あのキョスケがもうキングまで頑張ってくれるんですよ。よし。さあ、スケルトンも、キングまで行ってくれる。でもね、この辺はやばいっすね。なんならあれですからね。もう、普通だったら、もう放送事故というか、放送事故まではいかねえけど、本当に、没動画認定できるぐらいの試合、僕今ずっとしてますよ、これ。やばいっすよね。あと2勝で、宝箱、多分セール、あーまあ、もらえると思うので、うっそ、出た。なんか、キングレベル低いと、ちょっとね、うまい香りがしますよね、なんか。スケルトン部隊、いや、お前、チンパンやないかい。姉妹ボンバースケルトン部隊。おいや、これは、スケルトン部隊を割いた後なので、この、僕のプリンス君最強です。しかも、なんなら、単体ミニペとかやると、もうおしゃれにね。まあ、あの僕がこれ、でも勝つのは当たり前なので、どれだけおしゃれに勝てれるかをちょっとね、こだわっていこうかな、今日は。全然右側刺さってないけど、左側が折れそうですね。あげい！さあ、真ん中スケルトン部隊とかやりつつ、もう巻きでいきたいですね、巻きで。僕の睡魔に勝てるかどうかみたいな、そんな感じのね、動画になってます。よいしょ。さあ、マスケプラス、マスケも出した方がいいですね。マジでスケルトン部隊が一番強い今。スケルトン部隊と電波ぐらいですね、僕が負けるのは。よいしょ。もし赤トルネで負けたらな、どうした方がいいんだろう。だってさ、もしね、トル4000とかまで行くじゃないですか。で、よし、これからだ。これから激アツやでっていうところで、トル4000で赤トルネード、まあ、電波で出て負けましたって言ったら、なんかこう、僕も、マジかっていうか。僕もなかったことにしたいというか、僕も、えってなるし、視聴者も、あれっすね、皆さんも、え電波ならよくねってならんかな。電波もまあ PS みたいなとこあるんで、一応ね。なんかでも、それだけはね、僕も避けて、しっかり Wi-Fi つなげて、まあ、あと充電とかもね、しっかり充電しながら、やんないと、
これはね、もう僕だけの戦いじゃないですからね。もう僕と視聴者さんと、誰かまあ僕はキヨキヨさん抜きたいので、まあ、キヨキヨさんとのまあ戦いでもね、はい、あると思ってるので、ちょっとね冗談抜きで負けられない。さあ次で1000ですね。で宝箱はしっかり開けていきましょう。これねシーズン変わってしまうと溜まってたやつが全部なくなっちゃうんですよ。そうなので皆さんあのマルチっていうんですか、最終日シーズン終了の時にはこう全部回収した方がいいですね。回収しないと溜まってたやつが全部無駄になっちゃうのでもったいないです。スケあーまあやんなめはあり、まあ、スケかやりゴブぐらい集めて、まあ、レアはマスケかミニペか。さあ、ヤナメでかい。まあ、使ってないんですけど、使ってるか。スケ、ん？巨大宝箱結構でかいっすね。ああ、帰れないのか。さあ、次で、いや、強。仕上がりすぎ。待って、どんどん強くなっていくな、これ。さあ、次で、ペッカシアター到達でございます。うわー、高え。え？トロ1000よ、かっこええ。なんか、6ってやばいっすね。僕ずっとキングレベル6だったんですけど、キングレベル6を見ると、え、6高えってちょっとなっちゃいますね。相手からしたらそうなんでしょうね。僕、キングレベル6だし、なんならユニレベル8だし、いや、こいつ、課金やろうかって。課金魔やんってなっちゃうんですよね。まあまあまあ、ちょっとね、お金のパワーで勝ちます、今は。今もただお金に頼ってるだけです。さあ、ここは、京介がネクロをあの時間稼ぎしつつ、ミニペッカがね、かけて。殴ってます。そしてこれ真ん中スケルトン舞台、これをすることによってタワーのねターゲットを取れます、逆サイドのね。そしたらこの左サイド本命側が、残ってワンパーン。さあ皆さん、ペッカシアター到達でございます。いや宝箱セールは買っていいので、めっちゃいいセール来ねえかな。これは多分左側の宝箱のところに光ります。来るぞ来るぞ、ててててててて。さあ、ペックシアター到達。え？え？しょぼ。え、こんだけ？ちょっと待って待って待って。なんか、ちょっと前にめっちゃいいセールがあったんですよ。え、こんだけ？俺が楽しみにしてたセール。まさかのこんだけっていうぐらい、なんか、まあ、しょぼいって言ったら失礼なんですけど、なんか、しょぼいっすね。はい。もっと期待してたな。なんか、もっともらえると思ってたんで、まあまあ、序盤なんでね。序盤逆にぶっ飛ばしすぎた説はありますけど、さあまあそんなわけで一応宝箱を課金していきまーす。さあ圧倒的に隠したがりをするための課金でございます。いやでもこれまあ欲しいカード狙えるんでね。ウォールブレイカーいらない。あーゴブリンブレル、まあなくてもいい。あープリンスで一回我慢しますか。いや巨助だな。あ全然違うけど持ってなかったからまあチャラみたいな感じですね。ゴールドもぼちぼちあるな。で、カードがこんな感じで、こう見ると、なかなか強いですね、僕。まあ、ちょっともう一戦ぐらい行っちゃってもいいんじゃないですか、もう一、二戦。お、マッチングしなくなってきた。さあ、相手トロフィー1000。いや、やっと1000か。長かったですね。1000までが長い。まあ、でも2000とかあっという間でしょうね。僕これするだけっすもん。キョスケプリンス組むだけ。まだね、余裕ですね。はい。負けそうになることが今日はないですね。なんかいつも、動画内で1回ぐらいはなんかね、ピンチな場面が訪れるんですけど。いや、待って、でもちょっとやばいかな。これなんかネクロがさ、うわ、ネクロがやばいのかな、これ。いい感じの矢なめを決めていきたい。いや、いい感じの矢なめを決める。いや、相手が、いい感じの雑歩を決める。あ、でもこれさ、無視して、右側ぶっ破説ないかな。右側ぶっ破説、唱えます。いけ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 。いや、ベビドラ出したけど、陸がプリンスアイル、キョスケの爆破が、いやー、ベビドラ強えよ。いや、キョスケ強え。いや、これ、もう一発？もう一発？おい、バーン！サグッドゲーム。なんだこれ。何この動画。ちょっと待って。面白いこれ。めっちゃつまんないっす、今日。最悪だ。最悪、でも、なんか、ハラハラしないっすよね。余裕すぎて。まあ、なんですけど、まあ、動画内でしか対戦できないので、もうボツにはできないんでね、もう限界ですよ。やるしかない。やるしかない。やりきるしかない。何その芝居やんの飴やんじゃねえよ。バカか。何やってんの？やる気ないじゃん。マスケ、さあワンパンしましょう。もうね。あー、すごい。わー、なんで？
切れちゃうわ逆に俺が。そのもうちょっとねやる気を見せなさい、ボットかもしれないんですけど、とりあえずもうワンパンしましょう。もう時短ですね。キョスケマスケミニペでスケルトン部隊だけ穴埋めで突破すれば、僕がねこのユニットを溶かされることは多分ないんでね。さあ戻ってくる。いや強すぎる、さすがに自分でも引いちまうぜ。プリンス出してネクロを使った後コストはない、スケルトン部隊来てもあないと出したので、もう相手コストない、コストない、10コスぐらいあったとしても止まんないぜ。さあグーティー。まあ、そんなわけで今日やばいっすね。これもうちょっと一気に進めちゃいますか。なんかどうだろうな、次回の動画もこんな感じになる可能性を考えたら、今回のこの動画内で、いやめっちゃクラウンもらえるね、この動画内でもうブッパをしちまってもいい気もするんですよ。そう、もう最強のね、いや最強になんならなっちゃう自らが。よし、で対戦相手がちょっと強くなるとこまで行ってぶち上げてかな。いやー今回の宝箱美味しいな。今マスケあんなにもらえるのはやばい。工場ミニペよりマスケかな。なんかミニペ後半使わないと思うんですよ。インフルタワー押すね、小屋もいらない。お、ザップだ。ザップはワンチャン使えるっすね。まあ、なんか僕矢の雨入れてるのはスケルトン部隊用の矢の雨なんですよ。そうなので、まあ、別にザップでも正直いいかなっていう。この状態だとプリンセスとかもあのチートじゃない限り持ってないので、みんなさすがにね。さあとりあえずあの相手また芝ファイブとかしてくんねえかな。芝矢の雨からの芝ファイブ。さあユニット出しては来ない。キョスケ欲しいな。キョスケがいればマジ最強の時短時短することしか考えてないっすね、もう本当に。さあプリンスレベル7はまあまあ高くなってきたが、これでも俺の方がレベル高いっていうねそんなことあんのかな。さあマスケが強くてガゴワンパンで、これ相手はスケルトン部隊はまだ使ってない。矢の雨構える。さあ出てこない。うん、これキョスケ行くか悩むな。行っていい気もするけどな。行っても時短させてくれ。配信ってか動画撮影中に寝てしまうかもしれないしかもあのルール上ボツにもできないっていう地獄の動画が上がっちまうマジでさあグッドゲーム。やばいな、余裕すぎる。これいつまでこれやるんだ俺。無限ですよねこれ。こんなに余裕でいいのか。もうねパッパ行きます。見ないですね。はい、でゴールドがなんか思ってるより溜まってきましたね。ここまでもうちょっと溜まんのかな。おっそう、ヒカリンさんですね。ヒカリンさんよろしく。あのなんかボットの特徴を言く、あの動画の説明欄で言ってくれてる人がいて、クランに入ってない英語文字が、ボットの可能性があるらしいんですよね。なのでこうクランに入ってる時点でもうあのちゃんとね一プレイヤーの人と僕は対戦できてるので、もうそれだけで幸せです本当に。さあスケルトン部隊ウォールブレイカー、いやこれちょっとダメージ受けてしまうんですけど、まあ強いですかね。いやしかもキングレベル4できてるってことは結構すごいっすよね。僕だって6ですもん4でやってるのは結構すごいと思うの。いやハンター強、ごめんなさい。ユニレベチンパンしてる。なんやこれ、普通格上と戦うはずなんですけどねそういうこともまあしゃあなしだよねっていう。さあババ使った、これ結構相手止まんないと思うけどな。プリンス、うん、あスケルトン部隊を突破したいな。スケルトン部隊を突破したい。いやーめっちゃいいスケルトン部隊になってる、やばい。いやでも今日で一番いい試合これでこれでって言ったらですけど、ユニレベやばいっすよ。5個ってやばいっすよ、マジで苦しい、申し訳ねえ。クラロはやめないでくれ、俺のせいでクラロはやめないでくれ。序盤から格上にボコボコにされてつまんねえとかやめてくれ、本当にごめんなさいマジで。まあでもボコボコにやしする。よし、さあプリンスこれワンチャン全部持っていけねえかお前。もう一発、うーんミニペ単体抑えられるかな。まあ待って、さあ残り800でございます。なんかもう本当に感動してるもん、トロ戦であの生身の人間と僕は対戦できてます今。何やこれ。よし、さあハンターが OP、 グッドゲーム、おいしょ。
さてなわけで1100ぐらいもいけそうですね。次は1400ですか。なんかアリーナとかはね、各目標にやっていきたいところはありますよね。さあ宝箱1300か。え待って、1300はまあ近いですね。とりあえず、まあ、次回ね1300を目指しつつって感じかな。今日さラストから行っちゃうか。ラスト行っちゃって、小屋いらない、ババ小屋もいらない、ファイボはいる、ババいらない、ヤナメ、いやザップー、ザップはねいる。ザップは正直いる。おスケルトン、いやスケ正直めっちゃ欲しいんですよね。もうなんか最終的にもスケ入れてるデッキでやっていきたい。うん、スケ入れるだけでなんかユニレベカバーできるし、ユニレベ少々低くてもあんま関係ないじゃないですか、スケルトンとか。あとはトルネードとかもかな、なんか巨大スケルトンとかもまあ影響するかもしれないんですけど、少々ユニレベが足りなくても活躍できるカードがやっぱ大事になってくるんで、まあそうなると、まあウルトラレアとか、まあ巨スケとか、まあスケルトン部隊とかね、スケとかその辺が大事なのかなっていう。あれ相手なんかなかなか強そうなあでもこれあれっすね、あのシステムが巨スケの大爆破でね、相手のババが、でもこれ爆破に当たる前にみんな溶けちゃうっていう恐ろしい。ユニレベが高すぎて。さあババ咲いた後でスケルトン部隊を持っていなかったら、これはもうグッドゲームだが、いやネクロ強いな。さあヤナムってちょっとネクロのスケをね処理していきたいが当たらない。ちょっとイキリヤナメがここに来て空振る。さあマスケが、いやー勝ちましたね。なんかもう早々に勝ちが決まってしまうんですよ、本当に。早々に勝ちが決まってしまって、僕の心が泣いちゃうっていう事件。やっぱこう燃えたいですよね、もっとこう、やばいやばい相手3つ書くやっていう恐ろしい事件に僕は早く出会いたいんですよ。だからもうなんなら今ね、キングレベル13でも出てこいよみたいな、13でもいけるんじゃねっていう。負けるのかな、どうなんだろう。格上の恐ろしさは多分僕は分かってないのかな余裕で勝てねえかな、さすがに。なんかそんぐらいね気楽。さあもうこれはあのグッドゲームです。まあ、てなわけで1200までいっちゃうか。これは1200までいっちゃった方がいいですね。もう今回はなんだ、隠したがり隠したがり作業道、そんな感じのね動画になっちゃいますが、次勝てばいけるかな。あと2勝か。いやー宝箱かけつつ、いやめちゃくちゃ強くはなってる、めちゃくちゃ強くはなってるが、おメガゴ、なんか今まで見なかったカードがちょっとちらほら見えるようになってきましたね。いやスケルトン75枚は熱い、待って待って、めっちゃ熱い、今日一熱い。さジャイアントはどうでもいい、ホグライダーか、まあまあメガゴも悪くない、マスケ熱い、ボンバーいらない、いやスケルトン、いやお前絶対俺のこと好き。さメガゴ、いやでけえスケルトンがね仕上がろうとしてる。よし、いやもう1200までいっちゃいましょうか。で次回もう、なんでまだあれですよね、終わってないの、次回の話して。さあ皆さん来ました、相手のレベル見てください、7です。うわやべえ、7かつ普通にクランにも所属してるので人間です、人間と当たりました僕は。いやこれちょっと怖えな、7ってだって俺とあんま変わんないっすね。どうなんだろう、いやプリンス頑張れる。 うわーちょっとなんかドキドキしますねいやこの感じっすよ、僕が待ってたの。さあいやでもこれ買ったくれ、スケルトン部隊を構えてファイボー、いやいいファイボーだ、エイムがよろしいこと。スケルトン部隊コストがナッシングベイビー、さあ1本は折れる。まあ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 、僕ねユニレベが別にもし僕より高くてもタワーレベルが僕より高くても、全てはプレイの方でぶっちゃけ覆せるので、まあまあ一瞬ねドキドキはしますが、まあなんか余裕ですね。そうなんだかもうマスケだけで守る余裕がある、慌ててミニピを出していく。さあこれ端前キョスケ間に合わねえかな、ワンチャン間に合う、同レベルだな今んとこ。さあミニペ頑張る、いやこれ延命したいっすよね。ハント、ああいやでもうまい、
そのハンターは分かってらっしゃるな。ふう。さあ、プリンスが残って、最強ね、真ん中スケルトン部隊プラスの、まあ、ユニットですね。こういうジャイプラススケルトン部隊とか、キョスケプラススケルトン部隊、ロイジャイプラススケルトン部隊みたいな、これね、最強です。これマジ止まれないんですよ普通に。マジ展開というか、ドロ8000の人でもなかなかこれを止めるのは難しいぐらい最強なね戦術でございます。ぜひね、スケブ使ってる方はやった方がいいです。ナイトとかでも、ね、できますよね。なんか盾プラススケルトン部隊を真ん中でパパンってね、連打してあげると完成します。さあ次で1200か。今日でめっちゃ上がったな。今日トロ800でしたもんね。400ぐらい上がる。うわ、でもやばい。そろそろ人間ゾーンに来たっすよ。人間ゾーンによろしく。なんかさっきまで、ね、人間いなかったっすから。うわ、すごい。うわ、これなんか相手強そうじゃないですか。なんか、慣れてね、クラロは。なんか慣れてる動きしてますよね。で、ああ、今、最初だし、余裕か、みたいな。なんか、そんな感じの動きをしてる気がする。さあ、このスケで、このスケが、奇跡を。ああ、いや、まあまあいい。あ、そう、スケルトンがさっきレベル7になったことによって、お互いに勝てる。スケルトンレベル1個低かったら、全然、あれなんですよ。もう、スケルトン対決弱すぎるんですけど、まあ、そんなこと言ってる間に、さては、これは、もうグッドゲームじゃないですか、先輩。もう矢の雨ぐらい打っとけば、まあ、なんか出ても消える。さあ、圧倒的レベルゲーしてる。グッドゲーム。さあ、1200到達でございます。次回ね、1300かつ、まあ、1500、600までいけんのかな。まあ、余裕ですね。しばらく余裕が続くのかな。あ、待って、エリババスタンプだ。え？俺、スタンプないからさ、普通に嬉しいんですよね。このスタンプもらえるのが。いや、キョスケ出た。ナイス。マスクかな。まあ、まあまあまあ、メガゴ。ゴールド。よし。まあ、そんな感じ。いや、エリババスタンプでっけえ。なんかスタンプが嬉しい。可愛いな、しかもお前。まあそんなわけでね、今後もね、負け策やっていこうかなと思います。まあちょっとね、まだ僕は負けをね、知ることができないみたいです。では、お疲れちゃんでした。またねー。